セミヨンの寄付家。ソーテルヌ地方。寄付とは、白アイニオ品種のブドウにおいて、カ皮が、ボトリティスシネレアという菌に感染することによって、糖度が高まり、方向を帯びる現象である。寄付化したブドウを、寄付ブドウと呼び、それを用いて作られた、極甘口のワインが、寄付ワインと称される。これらは、フォアグラと伴いに、 あるいはデザートワインや食前酒として飲まれる。ハンガリーのエッセンシアが、すべての原料を寄付葡萄によるものとして、唯一のものである。寄付とは、寄付どうの腐敗したかに見える外見からは、想像し難い方向と風味のワインが得られることから、そのように呼ばれるものである。ドイツ語では、エーデルフォイレハンガリー語で、ネメシロトハダーシュ、フランス語でプリトュールノブルといい、いずれも、 高貴なる腐敗を意味し、日本語の寄付は、その直訳である。ボトリティスシネレアは、世界中に分布し、果樹、野菜類、豆類、牡蠣など様々な植物の重要な病原菌である。この菌による病気は、灰色カビ病と名付けられているものが多い。ブドウでも、生殖用、醸造用ともに、重要な病原菌であり、被害も大きい。ところが、セミヨン。 リースリングなど白ワイン用品種の成熟した下流に、この菌が単独感染した場合には、好影響をもたらすことがある。感染した菌が、下皮の口倶楽草のワックスを溶かすことで、荷重中の水分が蒸発し、その結果、外観はカビに包まれている上に星ぶどうのような、しなびた状態であるが、内部の荷重は飴色で粘度が高く、糖度も、 ブリックス30から60ほどになる。さらに、金の代謝により、果実は、寄付香と呼ばれる、独特の香りを持つようになる。これをキフカ、寄付か、寄付ブドウと呼ぶ。都会エッセンシア1650年頃、ハンガリーの都会地方で、オスマン帝国による、侵略の影響でブドウの収穫が遅れたために偶然、作られた、都会ワインが、世界最初の寄付ワインであるとされる。 ドイツでは1775年にシュロス・ヨハネスブルクで収穫許可が遅れたためにブドウが寄付化し偶然出来上がった寄付ワインが有名である。ルイ14世は送られた都会産寄付ワインをワインの王にして王のワインと絶賛したと伝えられている。1779年にはオーストリアのマリア・テレジア女王が黄金色に輝く寄付ワインに金が含まれているのでは ないかと思い、ウィーン大学で分析させたとの逸話も残っている。日本でもサントリーが、山梨県の自社ワイナリーで1975年に、寄付ワインの生産に成功して以降、長野県や北海道などでも、寄付ワインが作られている。ありがとうございます。